上から巻いていきます。続いて、襟を組み分の地のしをします。まず地襟の地のしをします。これは 地襟分になります。これはもともとは着物の洗い張り品なので、これは着物の地襟の部分です。道中着の場合はこれは襟分になります。アイロンが地のしが終わりましたら、アイロンがかけ終わりましたら、一旦畳んで置いておきます。平らに整えて、下でバキュームを、蒸気台で蒸気を吸いながら、バキュームで吸いながら、蒸気を出しながら地のしをしていきます。そしてかけ終わったら一旦畳んで置いておきます。続いてこれはお組み分ですね。これも蒸気を吹かしながら、お組みは 2本あります。上前下前の2枚あります。これも襟同様に地のしが終わりましたら一旦畳んで置いておきます。もう1枚分のお組みです。これも、今までの襟を組み同様に地のしをしていきます。このシワシワとなっている分、これはまだ蒸気が当たってない部分ですね。それに対して蒸気が当たっている部分は縮んだので、あのように縮んでない部分がシワになって出ます。これも蒸気を均等に当てることによって全体が均等に縮むので、平らに蒸気が当たっていればこのようにあのようなシワは消えていきます。そして、蒸気を吸ってバキュームで吸いながら全体の形を整えてアイロンを当てていきます。そして、先ほどの袖同様に巻き棒に巻いていきます。そして最後に、身頃の地のしをします。このようにアイロン、この生地は大変縮みやすいので、あのこのシワになっている部分ですね、あのような形であの縮んでいない部分が、蒸気が当たっていない部分はあのような形になりますので、あのシワがきれいに消えるまで丹念に地のしをしていきます。
先ほどは丈がどの程度縮むか詰まるか見ましたが、クロンダは幅がどのぐらい詰まるか見てみます。現在9寸7、8分ありました。蒸気を当ててどの程度幅が縮むか見てみます。現在ですね、先ほど9寸7、8分ありましたけど、今が9寸5、6分ぐらいですね。だいたい2分ぐらい詰まったことになります。もう1枚の身ごろで見てみます。まだこれは蒸気、血のしをしていません。9寸7、8分こちらもあります。これからこれに蒸気を当てて、どの程度縮むか、先ほどの身頃は2分程度縮みました。蒸気を当てて見てみます。先ほどは9寸7、8分でしたけど、だいたい今どうですかね。9寸6分か5分、6分か5分あたりですね。だからこちらもやはり、幅が2分程度詰まった縮んだことになります。血のしが終わったところから、このように巻き棒で巻き取っていきます。そして、断ち切りというか全体に平らになるように蒸気を当てていきます。まず、先ほどもそうでしたけども、蒸気をふかした状態で1往復、このように蒸気が全体に当たるように、下からまだバキュームで吸わずにふかした状態で1往復します。次にかけ終わったら、このように平らにならしてですね、今度は下からバキュームで蒸気を吸い取りながら1往復地のしをしていきます。あくまでも平らに、この蒸気をかけるアイロンをかける回数は縮む生地ほど丹念に縮めます。またその時には表裏がですね、縮まない生地の場合、特にそのあたりは注意します。
まして枚数ですけど、身ごろが2枚と袖が2枚と奥身が2枚と襟と共襟1枚ずつ、これだけ地の師をしました。